井出駅は山梨県南駒群南部町井出にある東海旅客鉄道見延線の駅である。単式ホーム一面一線を有する地上駅。線路はほぼ北西から南東に向かって走り、ホームは線路の南西側に設けられている。かつてホームの中ほどで本線から北側に分岐する側線が一本あり、より旗方面にしばらく進んだ後で途切れていた。本線が 駅の寄りはたか方たで折り勾配となっているのに対し、この側線はほぼ平坦に走っていた。側線の北側に接して大きな広場があり、ここにトイレや駐車場などがある。かつて木造の駅舎があったが、1994年にコンクリートを打ち放し、1階建ての小さな建物に改築された。内部には数人が入ることのできる待合室がある。 自動券売機の設置はなく、当駅で切符を購入することはできない。1日平均乗車人員は以下の通りとなっている。待合室からの長め駅前を藤川に並行して走る道は県道10号である。この県道を600メートルほど東に行くと、やがて駅名にもなっている井出に至るが、井出は至って小さな集落である。当駅の駅前は県道を挟んですぐ、藤川となっており、 駅前からは藤川の広い河川敷を眺めることができるが、その対岸は南部町福祉である。福祉は大きな集落であり、2003年に南部町と合併して消滅した富沢町の中心部であった上、両町の合併によって新しくできた南部町の役場もこの地に置かれている。このため当たり駅の利用者は、駅前の県道を北西方向に800メートルほど、 進んだところで富士川を渡ると三坂橋を経由して、対岸から来るものが多くなっており、また、開業当初の当駅は、井出と福祉の両方から名前を取って、井出福祉駅と名乗っていた。福祉には、道の駅と三沢、南部町立深輪小学校、中央科学山梨工場などがあり、国道52号が走っている。その他、駅の周辺にある主要なスポットとして、天使湖と、 助野川温泉がある。駅のよりはたかたで県道から北方向に分岐する小さな道は、竹の沢踏切で当駅の構内を横切り、しばらくするとやがて佐野川に沿うようになるが、この道を当駅から9キロほど行くと、やがて天使湖に着く。また県道を東へ1.5キロメートルほど行き、佐野川を渡って、すぐのところで北側に分岐する道を行くと、やがて700メートルほどで、 助野川温泉となる。小さな駅であるが、駅前には列車の到着に合わせてタクシーが客待ちをすることも多い。東海旅客鉄道 CC 美のぶ線としま駅、伊で駅よりはた駅。ありがとうございます。